初雪さくら。ウィッ。ここは剣道場？どうも、初雪さくら体験版4回目やっていくんだけど、前回ね、このさくらさんが唐突に転校してきて、で、今、学園案内してて、このなんか道場みたいなところに来てるんだけど、はい、ここどこやねんということで、じゃあ見ていきましょう。今は9がつくけどな。まだうちの学園がここにできる前から、道場として建っていたもので。一応、うちの学園じゃ、一番歴史が深い建物ってことになるぞ。めっちゃ、ちゃんと説明してくれんだね。数年前までは、剣道部の連中が使っていたらしいが、武道館が改修されてからは締め切られて使われてない。締め切られてるの？さっき普通に入ってきたよね。確かにね。なんか、今ここにいるってことは普通に入ってきたってことだもんね。スペアの鍵を作って持ってるからな。作って持っている。誰の許可で？うん。俺。それ大丈夫？犯罪なんじゃねえか。不良。不良の領域超えてない？不良じゃないって言ってるだろ。こういうところに隠れて、もくもくしてたんじゃないの？何もくもくって、桜さん。具体的には。しない。女を連れ込んでバコバコはしてたか。してたんかい！え、マジで？ぴゃー！思いっきり後ずさっていた。そういうノリは、良くないよ。それでも本当なのかな、それは。良くないよ！良くないよ！かわいいなー。ねえ、向こうのドラクリオットの方の、このねえ、こういう感じの女の子は、ねえ、イエーイとか言ってくんのになぁ。べしべし。冗談だよ。冗談でも良くないからね。そういうデリケートなことを、おいそれと、良くないよ、良くないよ。ごめん、他の作品の名前出しちゃうけどさ、ほんと、エロナとさ、対照的すぎないこの、さくらさん。ほんと対照的だよな。まったくな。そういうわけで、ずいぶん古い建物だから、お前の言うところの変わった匂いがしているのかもしれないな。玉木は中央まで進み出て、深呼吸をするように空気をいっぱいに吸い込んでいる。うん、古い、古い匂いがする。しみじみと天井を眺める玉木の横顔を眺めながら、俺は口にする。お前さ、さっきも聞いたけど、なんでこんな半端な時期に転校してきたんだ？探し物があってね。おお、探し物は何ですか？見つけにくいものですか？何のネタだこれ。探し物だ？この学園にか。うんうん。学園というか、この町に。またウサギでも探してるんじゃないだろうな、ウィッキー？違うよ。ネムだっけ？じゃあ、なんだ？ゴースト。おう。俺から見たらあなたがゴーストなんだけどな。あ？ゴーストだ。ゴーストって、つまり幽霊か？うん、あくまで真剣な顔で、玉木は窓の向こうを凝視する。日は落ちかかり、曇った空にはどろりと垂れ込むような夕焼けが広がっていた。川野くんだけに教えてあげるね。おお。なんかあんまり、こういう風に、何々くんだけにとか、そういうパターンは絶対信じちゃいけないやつね。特に金が絡むパターン。なんだよ。てめえの3サイズか？ぴゃーぴゃーぴゃーじゃあ次回の冒頭ぴゃーにしようかな。へいへい。なんだよ。あのね、この町は、内田川部は今、侵略を受けているんだよ。ほう。なんだ？どういうことだ？なにその、出荒みたいな。侵略？この冬が終わるまでに、早く止めないと、この町は飲み込まれる。うん。ゴーストたちに、命を、魂を食い尽くされて、すべてが死に絶えてしまう。へえ。私はそれを阻むためにやってきたんだよ。いや、それを信じろと言われてもな。はあ、笑った。にわかにというか、到底信じられない話だな。
お前の憧れる学園生活ってのはどっかのジュブナイル小説が元ネタじゃないだろうな。そうだね。ゴーストだなんて荒唐無稽な話だよね。まあな。玉木は目つきを強くして俺を正面から見つめる。何かを見透かすというか射抜くように。でもそんな話だけど、川野くんだから打ち明けてるんだよ。おお、なんか特別な存在なの。ああ、川野くんは気づいてるはずだよ。どこからかそれが溢れ出てきてるって。なんだと。だって川野くん、すっと音もなく玉木が進み出る。俺の真正面に。そして体を預けるようにして正面から接近し、鼻先を首元あたりに寄せてクンクンと。花に似てるけど、どこか焦げ臭い。花が燃えるような匂い。うん。え？え？何？反魂香って。お前。思わず声がきつくなる。後ずさり、玉木から距離を取った。匂いに気づいているらしいとは思っていたが、出所まで承知しているとは、あ、出どころまで承知しているとは。反魂香って何？ごめんね。え？最初に会った時から気づいてたの。とてもかすかなものだけど、私は鼻が利くからわかる。ごめん、反魂香ググっていい？え、待って待って待って。反魂香。ちょっと進めながら後ろでググっとくわ。反魂香。死者を呼び寄せる。霊香。火にくべると煙の中に死者のありし火のおかげを見せるという香。だって、全然わかんない。それ、分かっててつけてるんだよね。死者を呼び寄せるってこと？それどこで手に入れたの？川野くん、さっき私の話を笑ったけど、それは嘘だよね。ああ、まあ、信じてるというかもう感じてるみたいな状態なのか。だってもうおかしかったもんな、明らかに。うるさいなとか言ってさ怯える様子もないしな。あのバシャ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 に関してなんかさ、喫茶店みたいなところでね。川野くんは、うん、確かにゴーストの存在を知っていて、自らそれを呼び寄せようとしているでしょう。おう、最初は何かの偶然かと思ったけど、今この街で反魂香なんか身にまとって正気でいられるはずがない。正気ね。ふん。玉木の言いぶりが思いもかけず確信をついていて、俺はつい繰り返す。それに川野くんに惹かれてすでに集まってきて。ゴーストが集まってるだと。俺は辺りを見回す。いかにもそこかしこにゴーストが控えているような言い方だったから、視線を一巡りさせ、そんなもんいねえよと肩をすくめてみせた。来てるよ、すぐ近くまで。来る、きっと来る。すいません。怖っ。いや普通に怖いな。何これ、え、結構ホラーなのこれ。初雪桜ってホラーゲームなの？めっちゃ笑うやん。あーエロい。あー、このゴースト好きだな俺。仲良くなりたい。危ない人になってる。川野くん、もう一度聞きたいの。何をしようとしているの？ああ、目的か。確かに。その反魂香って、なんかそのね、手に入るもんじゃないのかもしれないしね。わかんないけど。ふん。お前と似たようなものだ。ちょっとした因縁がな。会わなければならないゴーストがいる。おお。それは、どういう。さあな。お前こそどうなんだ？どちらのゴーストを探しているんだ？もう信じるとかの前に、もう探してるんだな、初雪くんは。玉木は口にするかどうか少し迷うような素振りを見せる。
やがて顔を上げて俺を見る。あるいは俺の向こう側にいる何かを睨みつけながら決然と口にする。ゴーストの王様。あの怖いんですけどもうガチでさ、ホラゲーになっちゃってるんですけど、しかもこの音ね、また ASMR みたいな音なんだけど、今回 BGM がないから普通に怖いんですけど。ゴーストの王様、シャーマンキングみたいな。ゴーストチャイルド。ゴーストチャイルド、子供や。ゴーストから生まれたゴースト。ああ。すべてのゴーストを率いて。マザーゴースト。今この町を犯そうと夜の向こうから赤い目を凝らしている亡者たちの王様。なるほど。私はそれを探している。冥界の王みたいな感じ。何者なんだこの人。ゴーストチャイルドねえ。 あのね、あ、川野くん、私に協力してくれない。あ、俺がいればゴーストが寄ってくるってか。俺は餌か何かか。そんなんじゃないよ。私一人で十分だと思ってたんだけど、どうも様子がおかしいの。これ以上詳しく調べるにはどうしても地元に詳しい人の助けが必要なんだ。ゴーストの王様か。確かにそりゃ難儀だな。いきなりファンタジーになったな。まあもう元からファンタジーだったけどさ、一気にファンタジーになったね。並んで外に出た。ちょうど生徒の姿は切れて、あたりには誰もない。おとといから降ったり止んだりしている雪がまばらに地面を白く染めていた。玉木、協力してやる。お？お前に足りないものが俺にあり、俺に足りないものをお前は持っているような気がする。お前が俺に協力できるというのなら、お前のゴースト探しとやらに手を貸そう。ありがとう。お。ねえ、川野くん。よかったら教えてほしいんだ。川野くんは、探してるゴーストを見つけて、どうしたいの？なぜだろうか。それだけは、本当は誰にも言うつもりのない言葉。最後まで俺一人で抱き続けたいと思っていた、抱き続けたいと思っていた言葉を。ふと目の前の少女に、くれてやりたくなった。こんなに、まあでもそうだよな。もう、なんか、心許しちゃってるみたいな感じになってるもんね。もうペラペラ喋って。じゃあ協力してやるみたいな。こんな人いないぞ。もう人なのかってか。俺は玉木の方へ横顔だけ向けながら短く答える。復讐。え？ダバダ。怖い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 。怖いな、このトゥルルルルが。何これ、オープニング？オープニング始まったみたいです。なので、ちょっと飛ばしまーす。初雪さくら。お楽しみに。いやー、これオープニングなの？なんか、曲、歌はなかったんだけど、あ、チャプター2になった。あとさ、ムービーにユズソフトのロドさん関わってんのね。本当になんか共同開発って感じなんだ。12月8日、木曜日。ねえねえ、もし帰ってきたでしょ？うん。どうよ、私を元気づけるような結果を聞かせなさい。またお前らか。噂 A、噂 B か。じゃあ見ていこう。ああ、もし、もしね。もしもし。それよりさ、知ってる？何を。また？あのね、ゴーストホテルって知ってる？ゴーストホテル、今度はホテル。ゴーストホテル？ホテルのゴースト？なんのこっちゃ。潰れたホテルが蘇ったりするの。
シュールだね。まあ潰れたホテルじゃないけど、まあ掃除機持ってって、そのゴーストを退治しちゃうその超有名な弟はいるけどね。違う違う、ゴーストが出るホテルってこと。うん。ああ、ホーンテッドマンション的な。ホーンテッドマンション。旧市街地にね、いわく付きのホテルがあるんだって。いわく付きのホテル。昔ね、まだあの通りが賑わっていた時に、あそこでちょっとしたパーティーが行われていたらしいの。うんうん。うん。そこで爆発事件だかが起こって、いっぱい人が死んじゃったらしいの。うわあ、それはもうしかも事故物件になっちゃうみたいなね。ホテルは閉鎖されたんだけど、うん、その事件をきっかけにどんどんあの辺りは寂れていったんだって。やがて今みたいなゴーストタウンになっちゃったの。いやー、その爆破事件やばいな。あのホテルには、うん、今でも死んでしまった人たちの霊がいっぱいさまよってるんだって。もう俺からしたらお前たちの方がゴーストに見えるけどそんなゴーストの話ばっかしてさ。それでうっかりそのホテルに近づいた子さらっちゃうんだって。そりゃ怖いね。怖いよねって、そもそも模試の話じゃなかったっけ。実は私がその迷い込んだ女の子なのだ。お？模試には当然遅れて受けられてませんでもさ、こういうのでさ、最後の最後に本当にゴーストでしたみたいなパターンはちょっと怖いから、今まあこいつらはね、ちゃんと人間だと思っておきたい。はいはい、これがそうでしょ。うわー、見ないでー。というかさ、いっそイケメン幽霊にでも連れ去られたい気分だよ。ダメだったわけね。私の明日が見えない。明日も幽霊なんだよきっと。あれだな、まあ、乙女ゲーで作ってみたら、その主人公がイケメン幽霊に連れ去られてイケメンとイチャイチャするみたいな。なんだそりゃ。作ってみろ。お、わーすごい、何この BGM、 パワープロみたいなパワープロじゃん。てってれってれってパワープロみたいな BGM 始まった。放課後、すごいな、さっきまでの雰囲気と全然違うわ。玉木と町に出る。町に住むゴーストの王様ゴーストチャイルドとやらを探すために協力すると玉木と約束した。あの王様なのにゴーストチャイルドなんだね。なんかマザーゴーストとかキングゴーストとかじゃなくてチャイルドなんだね。玉木の言う協力とはこうだ。玉木はゴーストの匂いを嗅ぎつけることができるが、町の地理に暗いのでどうしても移動が制限される。そこで事情を共有できる俺にナビゲート役を頼みたいという。あー、もうほんと案内役って感じか。でどこを探すのかと尋ねると、とりあえず町一帯を案内してほしいという。まあしかもゴーストをおびき寄せられるしね、そのおびき寄せつつ案内しろってことか。あとは単純に夜の女の一人歩きは危なかろうという事情もある。おう、ゴーストの王様の根城を求めてか。町一帯と簡単に言うが、徒歩で回ろうとすれば放課後利用するだけじゃ何週間もかかるぞ。というと、じゃあ何週間かお願いねときた。しぶしぶ玉木と町を歩くことにしたのだが、なんか返してやれよじゃあちょっとこっちも牛みたいな、ピヤーってなるぞ。こいつ当たり前のように人の手を取ってくるので、旗から見るとどう見ても学生カップルだ。今時これほどのんきに手をつないで歩いている学生カップルもそうそういないだろうけどな。しかもこの3年のね冬にな3年の冬、むしろあのもうそれぞれの家に行ってもう関わらないぐらいでさ、あとメールとかでさ頑張ろうねみたいな、それぐらいだもんな。なあくんくん、なあ、え、いちいち手を握るのやめてくれないか。握ってないとなんか不安になる気持ちってわからないかな。まあわからなくもないけどね、ただちょっと子供なんだよな、もうそれはわからん。ほら夜ぬいぐるみ抱いてないと寝られないみたいな。俺はぬいぐるみか。こいつは有意義な時間を過ごしているんだろうが、俺にとってみれば見飽きた街を延々とスローペースで、見物させられるだけで退屈なことこの上ない。
なあ、ただ闇雲に歩いて意味があるのか。振り返るが、玉木は何かが気になるのか、一心にあさっての方向へ身を乗り出して何かの匂いを嗅いでいる。学園じゃペラペラうるさい奴だが、今はさすがに何かに気を集中させているのか、俺の言葉も耳に入っていないようだ。ねえ、川野くん、あれ？あ？人が行き交う一角にぼんやりと光が浮いている。赤い光。お。それは俺にもわかる。何か本能を刺激する香りが漂ってきていた。おお、なんだそれは。あれは。おでん。まあそうかなと思ったけど、それがちょっとエッチな方かなと思ったけど、食べ物か。そうだな。目を輝かせながら俺を見た。いや、カード使えんもんな。川野くん、おでんの匂いがするよ。そうだな。くんくん、おでんの匂いがするね。三回も言ったな。川野くん、おでん。食いたいなら食っていけばいいだろう。女の子一人では生きづらいです。そりゃあそうだろうな。ただでさえ学生の、それも女子が入るところではないわけで。まあ、いいじゃんね。でも女子でも付き合う義理はないが、俺も、ま、歩き回って腹が減っていた。おまけにほんのりと酒の匂いも混じっているのがそそる。もう酒中毒者やないか。酒の匂いでそそられるって、まったく。おごれよ。ありがとう。ああ、おごるんだね。おごれよ。川野くん何が好き？私はガンモドキ。ああ、そう、おごれよ。ダメだ。ちなみに俺は昆布好きです。わあ。おー、おでんだ。おお、相変わらずのイケメン。美男美女だな本当に。何度も言うけどさ、そして何持ってんだそれ。なあ、ウィッキーくん、ウィッキーくんじゃ、ネムさん。ウィッキーくんなのか、くんなのか、ちゃんなのかもわかんないんだけどさ。何持ってんだそれ、封筒か。そうだな。おでん、でん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 。でん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 。すいません。どうしよう、次回の冒頭何にしようかな。って俺今から考えてる。なんでおでん一つでこんな上機嫌になっているんだ。屋台のおっさんは学生服姿の俺たちをちらりとうさんくさそうに見たが、いや、めっちゃニコニコしてるけど、特にうるさく言う気はないようだ。注文は？私はね、ガンモドキ。川野くんは？焼酎。おっさん、なんか言ってくれよ。おっさんは無視してガンモを取り分け、玉木に差し出す。宿は。お？で、結局今日は延々と街を歩いて収穫あったのか。うん、ところどころで漂ってたよ、ゴーストの匂い。ゴーストの匂いねえ、そりゃどういう匂いなんだ。まさかおでんみたいに食欲をそそるもんじゃないんだろ。まさか。まさかな。反応している匂いだよ。よくわかんない。花が焼けるような甘くて焦げ臭いかすかな匂い。俺にはわからなかったけどな。すごくかすかな匂いだからね。私くらい鼻が良くないと。ごめん、この話してる中でさ、このおっさんのこのね、この手、おでんのさ、店のおっさんのこのめっちゃ笑顔で見てくる感じがウケるんだけど。へへーっつって、その濃淡を嗅ぎ分けながら街を歩いているとね、だいたいどの辺から匂いが流れてきているか見当がついてくるんだよ。うんこの匂いをたどっていけば便所に突き当たるみたいな理屈だな。飯食ってる時に、初雪くん、飯食ってる時にそれは引くぞ。玉木がじと目を向いていた。なんでそういうこと言うかな。ねえ、ゴーストだとか鼻の焼ける匂いだとか話すのと大差ないと思うけどな。鼻の焼ける匂いとかも他に形容があるのをできるだけロマンチックに言ってるんだから。ロマンチックか。で、どこなんだトイレは。
あ、トイレがわかるんじゃないかと。匂いの発生源だよ。そこでゴーストの王様とやらがクソしてるんじゃないのか。あのさ、飯屋で便所の話すのやめようぜマジで。ああ、うん、おそらくそこに突っ込んでくれ、さくらさん、もしくはおっさん。旧市街地の方。あら、実は先日もちょろっとあの辺歩いてみたんだ。匂いが気になってたんだ。もうここ明らかにやばいもんな。そういや、あの湿気な畜生はどうしているんだろうと思ったら、玉木の足元で人参をちょびちょびつっついていた。それどこで持ってきたんだ。ほい。ほい。この辺り歩いててもね、北西、旧市街の方に近づくほど気になる匂いを感じるんだ。もちろんそこからだけってわけじゃないけど、あとはモールと駅前広場でちょっと気になる匂いがしてたかな。旧市街のあたりか。ゴーストタウンだけにゴーストの根城ってか。シャレだな。お前のスメルグラフィーではあの辺がうんこの匂いで真っ赤になってる感じなんだな。あのさ、もうやめようぜ。なあ、あずゆきくん、不良だからって、もう不良なのかわかんないけどさ、な、ちょっとおかしくなってるからってさ、ちょっともううんこうんこ言うのやめようぜ。俺も言いたくないよ。だから、その例えやめてくれない。やっと突っ込んでくれた。何も食事中だよ。一番最初に突っ込め、そこは。何度も言わされてるから、これ。細かいことを気にするな。おっさん、焼酎、もうおととい来やがれって言ってあげて。もうお代はいらねえからもう帰れっつ。ダメだ。ダメだろうな、そりゃな。ち、ふざけた店主だ。川野くんがふざけた学生だよ。もうみんなふざけてるよ。お前は知らないだろうが、今時の学生は焼酎くらい飲まないと付き合いに支障が出るんだぞ。なんと、おじさん、焼酎。おい学生、夜うろつくことくらいごちゃごちゃ言う気はないが、うん、あんまりハメ外してると俺だって説教の一つくらいしたくなるぞ。まあそうだわな。ただめっちゃ笑顔なのが怖いな。右で。すいません、ガンモドキ。何怒られてるんだ。川野くんが騙したんじゃない。で、考えてみれば川野くんに学生の付き合いとかアドバイスされるのも変だよね。だろ。ああ、ああ、ああ、たく、酒飲めないならもういいや。そろそろ行こうぜ。勝手な。まあ私もガンも食べたしいいかな。お支払いは任せていいんだよな。任せて、ゴールドカードだ。あー、これは払うパターンだな。やっぱり現金ねえんだな。おっさん、今時の学生は何を持ち歩いてるんだか。悪いけどうちはカードなんて使えないぞ。どうする。あれ、川野くん。キャッシングで下ろせ。もうキャッシング使え。はあ、俺は深いため息を吐きながら財布を取り出した。もん最初から指摘しとけ。絶対そうだろうなと思うから。な、でもちゃんと持ってたんだね、お金は。よかったよ。屋台を後にする。玉木はそろそろ帰るという。駅まで付き合い、改札の前で向かい合う。お前、電車なのか。家は川辺の端っことか言ってたからな。車じゃなきゃ電車を使うしかないが。そうだよ。じゃん、定期券もちゃんと持っているんだよ。定期券。おお。何駅から来てるんだ。え？あ？さて、何駅でしょう。なんだこの感じ。企業秘密ってやつかよ。ごめんね。そもそも、キサラギ駅とか言わないで。お前ちゃんと一人で電車に乗れてるのか。ご心配ありがとう。でも毎日来てるんだから大丈夫だよ。別に心配してるわけじゃない。この子の。うざい。おでん、ごちそうさま。ごちそうしたわけじゃないからな。返せよ。付き合わせてごめんね。
川野くんも早めに帰りなよ。余計なお世話だ。俺はもう少しブラブラしてから帰る。そう、じゃあね。不思議なゲーム。それでまたカシャ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 でしょ、バシャ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 が始まるんでしょ。閉店時間を過ぎている店内にはもちろん誰もいない。物言わぬ人形たちだけが闇の中に冷たくたたずんでいる。ボトルを引っ張り出してグラスに注ぐ。やっぱ酒は飲むんだね。外ではちょうど雪がちらつき始めていた。エアコンを入れるのも煩わしく、炭に丸くなりながらちびりちびりと飲み続ける。また怒られんぞ。ちょっとだけのつもりが止まらない。飲まなきゃやってられるかってな。おっさんじゃねえかよ、お前の方が。さっきのおっさんよりおっさんじゃねえかよ。怖いな。いや怖いのよ、だから。今夜もご機嫌だな。キャ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 キって何？キャキって何？玉木はゴーストを探しているらしいが、そんなものはそこかしこにいるじゃないか。あるいは、奴が探しているのはもっと別の。今帰ったぞー。もうこのテンションの違いなんなん、初雪くん。帰った時のテンションの違いなんなん。はい、処刑確定と。じゃあ処刑見とくか。じゃあ一応。おお、ラン帰ったぞ。このランさんなんなんだ。おかえり。うん、おお、土産だ、受け取れ。お土産。うん、おでん。私食べられないって。俺の夜食だ。お土産違うじゃん。というか臭いよ、初雪。お前、せっかく俺が1500、もうデジャビュー。ずっとこれやってんのか。出して買ってきた土産を臭いって。お前、そりゃなんつー、おでん屋さんに謝れ。はい、処刑確定と。本当、おでんって、本当にいいものだぜ。はい、リバース確定と。それでは、また来週。お前が臭いの？このクソ酔っ払い。もう全部だ。全部デジャビなんだよ、これ。ドアー。初雪の！ヒー！お前、これされたくてやってねえか？これされたくて飲んでねえか、大丈夫か。ギャー、頭を冷やしなさい。だから頭を冷やしなさいのとこだけ、なんでこんな冷静になるの。ちょ、ラン、わかったよ。もう冷えたというか、痛みで酔いも吹っ飛んだ。ダメ、まだ酔っ払ってる。ろれつが回ってないの。そりゃそうだろう。ぐるぐる回されてんだから、三半規管がすごいことになってる。ろれつが回れないのはもう振り回されてるからダメー。うげー、アホなんかこいつら。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしたいなと思います。いやー、すごいね、ファンタジックな世界始まったと思ったらもうバカしかいない。もう一番まともなやつおっさんぐらいしかいないっていうね。いやー、おっさんもおっさんでな、まあ我慢しながらね、まあ食べ物提供してたかもしれないけど。はい、ということで、じゃあ、以上です。ご視聴ありがとうございました。次回の冒頭は何にしようかな。バイバイ。